凝り性 B 型。50を前にしておうちカフェを始めたの。草好きだから草ばっかり食べさすの。こんなご飯こんだけ草だらけにしようと思うと、まるで修行みたいな仕事の量よ。おうちカフェってブラック企業だから。今回の草の一押しのおすすめは、そうだな、実はこのナスビでも、こっちのキュウリの煮物も捨てがたい。自力でゲットしてきた栗ご飯も秋っぽくていいわよね。立派なうんこが出るわよ。たくさん草召し上がれ。詳しく知りたい方はチャンネル登録して見に来てちょうだい。じゃあねー。